主婦の垂涎の的、豪華台所。ちょっと覗けば驚き桃の木気絶する。一方プロの台所は、金の橋を使うな、金の橋はいかんって言ってるじゃないか。一回言われたら忘れない。誰も知らない秘密満載の潜水艦、その台所に潜入。ちょっと気になる隣の台所、夫を説き伏せ、妻は念願の台所のリフォームを敢行。さあその結末はどうなるか。の秘密、お隣の台所。家は一生で一番の買い物。主婦の気の入れ方も生半可じゃありません。お家を買うときに一番気になるところってのはどこの部屋ですか？やっぱり私は台所です。台所。主婦の発言力の強さに比例して台所も時代を追うごとに向上。一番気にするところはやっぱ収納、それと水回りの高さとか、このシンクの広さ。明るいのがいいですね。清潔感がある。台所における主婦の不満は、広さ、収納、使い勝手、風通し。お家からミジャー持ってきたんですか？ご主人はなんか全然興味なさそう。いや、台所はあんまり入んないから、男はね。女の城ですかなと。では1000万円台のワンルームマンションの台所を見ると、広さ畳半畳、ガスコンロは1つ。3000万円台のマンションだと3畳の広さにグリル付きのガスレンジ。5000万円台になると4畳半と広くなり、三つ打ちのガスレンジ、それにオーブン。豪華な台所を持つことは主婦の夢。ある住宅メーカーのコンテストで住まいのベストワンに選ばれたお宅を訪ねてみました。ごめんください、ちょっとお台所が素敵だって言うんで、いいですか、上がらせていただいて。新しいお家ですね。もう2年ぐらい経ってるんですか？2年。お邪魔します。わあすごい、わあ手の込んだのがいろいろ。あ、こんにちは。お友達のお母さんですか？いえ、家政婦さん。家政婦さん2人。10畳のスペースにドイツ製のシステムキッチン。これ電気なんですか？はいはい、そうです。うわ、ちょっと電気コンロが4つ。これやっぱ火傷するんですね、触ったら。これはあのバーベキューグリルって言って、ね、よくここの上でステーキをこうやってるように。これが電子レンジで、はい、これがオーブンなんですけど。わ、綺麗なオーブン。これはね、フライヤーって。フライヤー、天ぷらなどを揚げるフライヤー。これですね、除菌機。これに入れてもボタン押せば、ええ、手が手を入れちゃいけない。危ない。見たことないもんね、なんかこんなすごいの。いいですか、ちょっとだけ。ちょっとアメリカ製の両面開きの冷蔵。うわー、お金持ちですね、冷蔵。ドイツ製でいろいろで、おいくらするんですか？ちょっと、いいのかしら。わからないんですけど、多分、2000万ぐらい。車はちょっとベンツとかが。そう、主人にも言われたんですけどね、ベンツが買えるよって言われたんですけど、ベンツだと3年でダメになるので、台所だと10年ぐらい持ちますから。全てが電気仕掛けの台所。一月の電気代は10万円。1DK の賃貸マンションが借りられる金額。しかしご主人は会社経営者。さすが金のかけ方が違う。で、奥様は友達を集めてしばしばホームパーティー。さすが社長夫人。全然皆さん手伝わないんですか？大体食べるだけ。洗い物はやっていただきますけど、でも食器洗い機がありますから。そうだすね。世間の嫉妬を買うギンギラギンの台所。いつもの道を、いつもの時間、2人揃って学校帰り。ゆうこちゃんとみかちゃんは小学校6年生の同級生。しかも2人は兄弟。でも顔は全く似ていません。家に帰ってもお母さんは留守。そこでゆうこちゃんは主婦も顔負けの大活躍をするんです。
お買い物とか行かないの？行かない。どうしてんの？材料が来るの。材料が来るの。毎日届けられる宅配サービスの食材を使って優子ちゃんが晩ご飯を作るんです。食材の宅配サービスのメニューの中から優子ちゃんと美香ちゃんは2人で毎日の献立を考え、1週間ごとに注文します。自分でさ、新しいお料理なんか挑戦したりもしてるの？余ってるもの作っちゃったりする。余ってるもの作ったりするんだ。でもそういうの一番お料理上手なんだよ。ご飯研ぐのはいつも美香ちゃんなの？順番でやってる。あ、順番で毎日交代でやってんだ。へえ、味方うまいね。夜8時、お父さんの帰宅時間に合わせて優子ちゃんは晩ご飯作りに取り掛かります。さて、そのお手並みは？大根のかつらむぎだってこの通り。実に見事。野菜の煮物は得意中の得意。お酒を入れて味を整えます。どう、味見は？バッチリ？わかんない。わかんない。なんか安心して見てられますね。そうですね、もう気にしたことないですからね。一回だけフライパンで火がバーッと出たことがあるみたいですけど。サラダのドレッシングだって自分で作ります。ドレッシングで自分で作るの？市販のもの使ったりしないんだ。これはなかなかのアイディア。3つのガスコンロを同時に使いこなす、その手際は主婦顔負け。お父さん何やってんですか？酒飲むんですだけどこれだけのおかずが揃ってればお酒も吸いますよね。台所に立つこと30分。野菜の煮物、それに焼肉ともやし炒め、サラダが出来上がり。お父さんのためには熱燗が。会社からね、帰られてこうやって娘さんの作った手料理があるっていうのはいかがですか？いや、それはもうね、最高に嬉しいことですよね。いただきます。美香ちゃん、どう、味は？おいしい。おいしい？いつもおいしいの、こんなにね。へー、お父さん、もしかして奥様のお料理よりも時々あります、そういうことが。おいしいってことがあります。ゆうこちゃん、それはお母さんの分。お母さんのいつも取っとくの？うん。ゆうこちゃんの作った晩ご飯がお母さんの帰りを待っています。ゆうこちゃんの好きな食べ物は何？お魚。お魚。お魚をどういうふうに料理するの？お母さんが作ってくれるの。うんうんうん。お魚を煮つけるの？焼くの？煮るの。へえ、美味しいんだ。たとえ一人前に料理ができてもお母さんの味が一番なんだ。後片付けはお父さんの役目。おかえり。お母さんは一級建築士。仕事から帰ってくるのはいつも11時頃。あ、お母さん帰ってました。お母さんが晩ご飯を作れるのは休みの日だけ。仕事で疲れたお母さんをほっとさせてくれる優子ちゃんが作った晩ご飯。おいしい。最高なさったんですか？そうです。ああ、そっか。じゃあ、お二人の子さんは？あの、お互いの子供ってことです、ね。お友達の方が先にお友達になる。お友達で、それぞれ欠落してましたんで、はいはい、なんとか一緒に遊びに行くうちにね。小学校の同級生だった優子ちゃんと美香ちゃんが愛のキューピッドとなって結婚。これお母さんが教えたんですか、作り方？そうです、もう3歳の時から包丁を持たせたんですね。それもスパスパよく切れる包丁を持たせて。それはまたどうして？やっぱり、お料理はね、できた方が楽しいですから。でも
もう少なくとも6年生までの間には全般お料理がマスターできるように、計画的に計画的にもう自分でそういうこと体で覚えちゃうね。あとは生きていけるだろうと思うんですけどね。二組の親子が巡り合い、台所が一つになった。子供の台所が生まれた。いや、ゆうこちゃんとみかちゃん頭下がりました。本当だね。もうあの見事な手際を見てるだけで僕はもう涙が出そうになってしまいましたけどね。主婦以上ですね。でもそのお二人にとってもやっぱり一番おいしいのはお母さんの料理って。やっぱりね、台所は主婦の城という感じなんでしょうな。その通りでね、ここにいろんな雑誌ありますけどね、はい、みんなリフォームとかね、キッチンリフォーム、水回りリフォーム、やっぱりその城を少しでも良くしようというね、主婦の願いがあると思うんです。まあ、台所を見ればね、その家の姿がわかるというんで、今日はですね、台所を通して家族を見つめてみたいと思うんですね。で、一般家庭だけじゃなくて、今日は本邦初公開、潜水艦の台所、そしてプロの台所もしっかりとお見せします。さあどうぞ。川崎市にあるこちらは16カ国30人の留学生が暮らす下宿屋さん。ごめんください。はい。あ、ごめんください。いい匂いがするのでちょっとお邪魔していいですか。はい、ネパールですけど。ネパールのお名前は、はい、スレストです。お台所、男の人の割には綺麗ですね。汚いですよ。あのチキンカリーが作ろうと思ってネパールから持ってきたこういう材料がありますよ。でこれは色つけるとか何か味とかそういう。いつもネパールの。こっちはあんまり辛いものがないんですね。ネパール料理は辛いのが多いんですか。辛いのが多いんですよ。外食は高くつくし口に合わないため、留学生の大半は国から食材や香辛料を取り寄せて自炊生活。いただきます。デンマーク出身の友達と晩餐。さて、違う国同士の会話は。これカレーとか、うん、カレーみたいな。ネパール料理と、ネパールレストランとか、それインドレストランありますか。うん、ドイツからの女子留学生の場合は、料理を作っていません。ドイツで、ガスで料理を作ることは、メタにありませんから、この電気プレートで。これですね。だから、この中で何も作られます。もう、酒、肉、何もね。野菜全部。牛乳にドイツ製のマッシュポテトの粉を入れてかき混ぜるだけ。日本の作家の著書を翻訳して学士の足しにしているディアナさん。暑いけど。7カ国語が話せる語学の達人も料理の方はあまり得意じゃないようです。うわ、すごい嫌だ。うわ、徳さんいいですか。あら、日本での暮らしはものすごいですね。ちょっとワドクさん、この部屋に何年住んでるんですか。1年くらい。1年でこんなになりますか。これ何ですか。下着です。パンツ。ちょっとワドクさん、何者ですか。ちょっと待って、何者って学生さん、はい、どこ。東大。東大で何やってるんですか。経済学。経済学。そんなさらりとおっしゃって。国の留奨学特待生っていうか、うん、の日本の文部省からお金もらってますけどね。よろしくお願いします。食事はこれですか。はい、インスタントラーメン。はい、冷蔵庫なんか入ってますか。あ、何もない。マグリンと、うん、味噌汁と醤油。漫画のちびまる子ちゃんの翻訳のアルバイトをしているマードックさん。カップラーメンは一番よく食べる晩ご飯。熱い、猫舌です。エチオピアからの留学生、来日して6年、農産物の流通を学んでいるベクリさん。お母さんの料理を思い起こしながら国の料理を作るようになりました。まあ、向こうでは男はあまりそれを作らないからね。だからまあここから最初はどういうものですか教えてとか言ったんですけど。誰に。お母さんに。向こう行ったらね、お母さんがびっくりして、お金足りないからこうなってるかとか言うからさ、通して。日本は物価も高いし。そう、大変けどね。まあそれは。